保険の窓口。つうことでキングアッザムは俺を怒らせたと、リベンジですね。はい、挑戦していきますよ。復讐です、復讐。あのスライムの洞窟ですね、あの3章終わってスライムの洞窟を探索しつつお金を貯めました。そしたらまあレベルももちろん上がって結構ね強くなった。まずアムロがミディアとホバーを覚えました。まあゼータはまあまあいいとして、魔法ですね、とりあえず。とにかくミディアを覚えたと、ああ2人とも。これでまあ大丈夫でしょうと、とりあえずね。はい、で装備は変わってないです、装備は変わってないです。多分つうか絶対変わってない。あの買おうと思ったんだけど、まあ前回とほぼ同じ状態。あ、変わりましたね。あの洞窟探索してこのニューガンダム星屑の杖、洞窟内に宝箱があって中に入ってました。星屑の杖手に入れました。これね、戦闘中使ったら相手を眠らせる効果がありました。全体かな、グループか、全体、まあグループか全体攻撃、うん。であとね、吹雪のマントっていうのも手に入りました。防御力がこのアルガスのマントより1上がりました。うん、そのぐらいかな、装備が変わったのは。で魔法はさっき言ったようにミディアをメインに覚えたので回復は間に合いますと。でお金もっと貯まったかなと思ったんですけど、5000ゴールドまでしかまあ貯まんなかったですね。結構回ったんですけど、でもう保険の窓口、保険入りましょう。もう一生もんだ、あ、機械、うん、一生もんのやつ、5000ゴールド。これ安心無期限でしょ。はい、絶対これ。 OK、 これでもう大丈夫、安心ずっと。 OK、 これでもう大丈夫でしょう。で一応ね、あの保険入る前にセーブもしましたんで、これで心置きなくいけるぜ。もう余裕っすよ。もうこいつらなんかもう一発です。ゼータとね、ダブルゼータが強いんで、さっき帰り道一発だったんだけどね。あ、で、うわ、こいつら出るんだ、こいつら出るんだ。あ、そう、上等だ。あ、そう、聖水、あれ聖水がね手に入りました。どっか敵が落としたのかな、それ使って。はい、この野郎と、もうクソ余裕ですね、余裕すぎる。キングアッザムもう目じゃないっすね。あー、もう関係ないっす。あれ、これね、こいつと戦うときはなんかもうなんか分散するとアムロがミノフスでやっぱ使っちゃうんで、もったいねえなと。フィルムとか貼りやがってっていう、いいんだよ貼らなくて。とりあえずもうこうやってどんどん倒していきましたね。とにかくで一番大きいのがこのニューガンダムの威力の指輪、なんか歩くごとに MP 回復するやつ、それがねあったおかげでものすごい回復するんですよ。多分一歩一じゃない、これでほらすごい回復するからずっと潜ってられた。パープル初めてですかね、動画では。
あ、パープルもね、大したことないです。大したことないです。もうつか最初から大丈夫でした。出た時は焦りましたけど、大丈夫。あとホワイトがいたのかな。ホワイトはね、なんか1体で出てきますね。強さは他のやつだとあんまり変わらない。なんか飛ばされたな。かわされた？飛ばされた？オッケー。飛ばされてはない。かわされたと。ほら、これもう回復してるから、すごい楽勝なのよ。なんだったらもうキャンプいらねえっていうね、この威力の指輪があれば。皆さんお待ちかねですよ、キングアッザム。マジ見てろよ、あいつ、この野郎。あれ、ここでしたよね。あれ、違かった。意外にね、この洞窟回ったんだけどね、結構迷うっていう。おいー。ここじゃねえか。あれ？どこだ？迷ったぞ。おい、ちょっと待って待って。ここじゃないか。まあまあまあ、でもいいっすいいっすいいっす。回りすぎてね、逆に迷ったっていう。この怪しく微笑むはね、ちょっとやばい。当たると混乱になってしまうんで、ブルーが一番ちょっと気をつけないとダメですね。でしかもレベルも上がって、お、また魔法を覚えた。なんだろう、ファンファン、バズ、来た、バズ。あれ、ここら辺に階段なかったっけ。階段はあると。あ、いた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 。こっちから来たのか。上から回ってきましたね、この野郎。よし、ちょ待って、隣まで行く。隣で回復。いや、もう絶対大丈夫。行くぜ。倒せるかなと。もう余裕っすよ。でも呼ぶ。でもこれ余裕だから、もうニューガンダムでも15与えてると。おい、36、うえ、もう回復の必要がない。知らねえな。次のターンでどうせ回復できるので、もういっちゃうんじゃないですか、これ。余裕でいっちゃうんじゃないですか。あ、ホバー使っとくべきだったな。まあいい、まあいい。ミディアが、ちょ待て、ミディアがあれば何の問題もない。もう行っちゃうんじゃないですか。まだ行かねえか、さすがに。おい、さすがにまだ行かねえか。でもこれでいけるから、もうダブルゼータ余っちゃってんじゃん、 HP がよ。余っちゃってんじゃん、 HP がよ、キングアッザムさんよ。よっしゃ、おら、いや、だいぶ強いな。こんなやつに、前回のレベルで挑もうとしてたんだ。全然足りなかったっすね。全然足りないっすね、これ。やば。
やでもこれ みんなさ、これこいつに1回はやられたでしょう、多分強くてレベルが今までと全然違うもんね、ほら全然足りねえ、全然足りねえじゃん、全然足りねえじゃん、全然足りねえじゃん。このネタがね、このネタ知ってる人は面白い。竹藤でちょっと検索するといいかもしれないです。竹藤、小島よしおとか出てくるかもしれない。いやまあでも強いっすね、さすがに。厳密に言うならこれで行った方がいいっすね。いやーいやでも文句なしに強いねこれ。ああそうか、のしもうのしかかりターンか。うわー強いな。よし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 、いや強かったっす、見事だ。よろしい、それではいいことを教えてあげよう。敵と出会ったらまず調べてみなさい。え？赤く光ったら力のタイプ、青なら技タイプ、黄色は魔法タイプだ。混ざっている場合もあるぞ。相性をうまく合わせるのだ。覚えらんないっすよキングアッザムさん、赤は力しか覚えらんない、力には技、おい技には魔法、そして魔法には力のだと忘れるなよ。三すくみ、それでは私はもう消えるとするか。怪我人は治してやろう。めっちゃいい人、めっちゃいい人、なかなかやるなアムロ。みんなが力を合わせることができたのもアムロのおかげだ。みんなさあそれじゃ先に進もう。アムロ騎士団長殿ってここで結束が高まると。こっちから来たんですよね、ここから。でこれで見張り小屋から行けると。いやーでもキング強かったっすね普通に。あーでもこの長期戦つうか本当になかなかの、正直もっと余裕だと思ってたんですよ。前回の戦いも、いやもうあと 2,3 ターンあれば行ってたって思ったけど全然でしたね、もう足りなかったね。いや絶対みんなやられたっしょあいつに最初ね。やった人、プレイしたことある人絶対やられてるって。あいつに1章2章3章のノリできたから、あれ本当のボス戦でしたわ、ガチボス。なんだっけ、調べるみたいなこと言ってたっけ、見てみる、これか。ピン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 、何やこれ、何、わかんないわかんないわかんない、オレンジ？赤？わかんないって。黄色なのかな？違う、こいつはね、魔法効かないんですよ。そうか、それをここの洞窟で練習しろっていうことだね。なるほどね。これは混ざってんのかな紫、そのまんまじゃねえか。え、紫って何、何色、青と青と黄色で紫だよね。混ざってる時どうすりゃいいんだよ。力には魔法、魔法には技とか、もういいんだよ、もうそんなのは自分で調べるわ。事前調査いらねえわ、1ターン目で調べるわ。
敵の能力は一ターン目が終わってから一ターン目で調べると、敵を倒すのはそれからでも十分ですわ。あれ、ここで上がるのか、違うわな。あ、そうだ、ここで上がってこうか、こっちやと言いつつ、と言いつつ、あ、これ青だからバキバキに技ってこと？技には、ちょっと待って、まずでもレベル差があると倒せるとか。あー、楽だわ、よくわかんねえけど楽だわ。まずは、あ、全体ですね。楽だわ。武器買わないでいけたってのもちょっと大きいね。で、こんだけ戦ってもまだ2000ゴールドぐらいなので、あのクソ高い武器あったじゃない、あれ買えないんですよ。こいつらクラスでもまだアムロでワンパンできないんだね。まあ前作でもアムロは平均タイプだったからな、言って。でも行っちゃうぞと。お、なんで一歩下がってる一歩下がってるよーし、とうとう皆さん団結しましたね。でもこの先は危険です、十分気をつけてくださいね。オッケー、新天地、新天地、敵変わらず危険じゃなかったって。北になんかあるとか言ってたっけ、インチキ占い師みたいのがいると。祈祷師か、祈祷師って大体怪しいよな。あーだ、すぐあった、すぐあった、フォンブラウンか。東の森を抜けていくとキャトルウッドがいるんだ。キャトルウッドって誰？おい、ここからずっと西へ向かったところに氷の洞窟があるわよ。氷の洞窟。おお、お子さん、お留守番ですか、大変ですね。キャトルウッドって物知りなんだよ。あー、物知りじいさん。なんでじいさんが、じいさんかどうかは知らん、知らんよな。だからこの町の人間はなぜ避ける。氷の洞窟のさらに西にはダブリンという町があるよ。北京、ベルリン、ダブリン、リベリア。あの祈祷師にお祓いしてもらっても1日しか効果がないんだよ。ここか、祈祷師ってのは。お祓い、こいつ、ぬぬぬ、お主らの顔に競争が出ておる。よし、わしがお話ししてやろう。はい、安心せい、これでお主たちはバッチリハッピーじゃ、バッチリハッピー。何が変わったかようはよくわかんねえけど、バッチリハッピーということで行きましょう。よし、ナイス、バッチリハッピー。氷の洞窟行ったの？行かない、行かない、行かない。あそこは寒いから、カイロを装備していった方がいいぞ。カイロか、寒かったろう、当然カイロは装備していったんだろう。あー、これこれ完全に装備しないとアウトって感じ。バーナーは氷を溶かし消火器は火を消してくれるぜ。あ、そう、消火器もね手に入れましたわ。消火器手に入ったよ。あ、そう、魂の玉もあのスライムの洞窟に落ちてた宝箱から手に入れました。消火器もね、敵が落とした。なるほど。ここで回路を変えってことか。氷の洞窟には
泉があって、そこにコインを投げ込むと精霊が現れて願いを叶えてくれたそうよ。ロマンティック。コイン、願い、氷の洞窟、こっちから見た方が、道具から見た方がいいな。カイロ、コイン、バーナー、カイロな、カイロな、あれ、こっち待って、カイロって装備なの？あ、装備なんだ。羽飾りより、あー、これ全員装備しないとやばそう、攻撃できないみたいな、寒さがきつくて攻撃できないみたいな、そういうのあったな、なんか雷に打たれるとか。ちょっととりあえず、バーナー持ったし、消火器はある。本当にこういうとこでケチると、あー、でも威力の指は、あー、でもこれちょっとあれだな。そっか、こういうとこで指輪を外されるってことね。なるほど、ようできてるな。え、鉄の槍めちゃめちゃ高いじゃん。めちゃめちゃ高いね。よかったね、手に入って。僧侶の杖はいいわ。鋼の金槌かな。これをダブルゼータに買ってあげよう。これでぶったたく、これで敵をぶったたく。剣士系が来たね。まあいいっす、まあいいっす、いいっす、いいっす。とりあえず攻撃力で、なんだっけ、東にキャトルウッドを、森を抜けないとダメだと。バーナーは氷を溶かし、じゃあ両方ないとダメってことよね。 OK、 じゃあまず氷の洞窟ですね。氷の洞窟の情報が多かったので、次回氷の洞窟西に向かいたいと思います。